18年近く誰にも話したことのない話。現在はもうその土地を引っ越して私は住んでおりません。いつの頃からあるのかは知りません。私が小学校に通い始め、物心ついた頃にはその家はすでにありました。結構田舎で学校に通うのにあぜ道を毎日通っていました。そのあぜ道の途中にある一軒の家の話です。その家は昔からあるというわけではなく、和風建築の割と新しい家でした。小学校1年から5年生までの間は何の噂もなく、私も気に留めておりませんでした。5年生の夏、田所くんが転校してきてから、その家が何なのかわかりました。その家の話を語る前に、一つ予備知識として、その家のお向かいの家について説明しないとなりません。便宜上、お向かいの家を家 A、問題の家を家 B として語ります。問題の家 B の立っている区画は、私が生まれる頃くらいからの、いわゆる新興住宅地と呼ばれるところでした。実際に家が建ち、川が整備され、畑もなくなっています。さて、家 A についてですが、非常に奇妙というか、異常というか、玄関の真ん前に祠が立っています。どれぐらい真ん前かというと、玄関を開けて1メートルの場所。道路、家の門、階段、祠、玄関という普通の一戸建ての家で、でかい屋敷というわけでもありません。なぜそんなことになっているのかというと、私が聞いた話では、家を建てたのはそこに土地を持っていた方で、昔から住んでいたと。もともとは田んぼで、とりわけ何かしら因縁話もなかったと聞いております。新しく県道が通るために、その土地を売って、自宅もまあ開発のために建て直したと、よくある話です。その際に、その場所にあった道祖神ですか、お地蔵様も、丁寧に祈祷して、場所も移しました。家 A は、何事もなく新築で建ち、その家の方も普通に住むようになりました。しばらくして、ある日を境に、家 A の中で、赤ん坊の泣き声がするようになったそうです。家の人は最初、近所に赤ん坊のいる家族が引っ越してきた、と思っていたそうなんですが、昼夜関係なく一日中聞こえるようになって、これはおかしいと思い、ご近所に尋ねたみたいです。すると、ご近所の人全員、近くに赤ん坊のいる家族が引っ越してきた、と思っていたというのです。家 A の人と近所の人が声の発生場所を探し当てたところ、家 A の地下から声がすると大騒ぎになりました。いろいろお祓いとかやったそうですが、効き目がなく、偉い霊能者さんかお坊様が、お地蔵様が原因なので、元の場所に戻しなさい、と言ったそうです。そういった経緯で、家 A は、私たちの間では、かなり有名な場所でした。小学5年生の時に引っ越していた田所くんは、その家の向かい側の家 B に住んでいた友人でした。田所くんは確か、1ヶ月もしないうちに、
家 B から引っ越しました。まあその時は特に何事もなかったように時間は過ぎ、小学5年の冬に私は別の土地へ移りました。生まれ育った場所であり、幼馴染もいましたから、しばらくは連絡を取っていましたが、進学し、社会人になり、すっかり忘れていました。先日、幼馴染が結婚をするということで、10年ぶりくらいに生まれ故郷に戻り再会しました。昔話に花を咲かせてワイワイしていましたが、私が、あの地蔵の家、まだあるかなぁ、と言ったところから、話は変わっていきました。ここからは、友人のたけしの話です。地蔵の家よりさ、その向かいの家覚えてるか？田所くんが確か住んでたな、と私は答えました。田所くんたちすぐに引っ越したの覚えてるか？私が転校する寸前だったので、覚えてると答えました。なんで引っ越したか知ってるか？それは知らないな、と答えました。どうもその家 B には何かしらが出るというのです。10年ほどの間に10世帯以上が出たり入ったり、ぼやが3度あったりしたそうです。田所くん一家が引っ越したのもそのうちの一つだそうです。原因は全くわからないそうですが、たけし曰く、あの家に1ヶ月以上住んでいた家族はいないらしいです。田所くんたちは何番目に入居したかはわからないけど、家の中で老婆が徘徊していたり、庭に女の子がうろうろしていたり、屋根に男が立ってじっと外を見ている、など、田所くんのお母さんが精神的に参ってしまって家を引っ越したそうです。その後も何度かお祓いをしたと聞いたけれど、全然収まっていないらしいです。高校の時、テレビ局かラジオ局かが霊能力者を連れて撮影をやったらしいですが、霊能者がその家の敷地に入るなり倒れてしまって大騒ぎになりそのままおじゃんになったこともあるとか。私は家 B って何なんだよと聞いたら、生まれた時から住んでる俺らもわからん、ただお墓の土を使ってるとか地下に死体が埋まってるとか噂はあるけどどれも本当かは怪しい、ただ、事実として人は定着しないし、俺も窓に何人も人が立っていて、こっちをじっと見てたってのを見たこともある。あの家はなんかおかしい。あ、そうだ、家 B ってさ、なんて呼ばれてるか知ってるか？というたけしに私は、知るわけないだろうと答えました。するとたけしは続けました。あそこの家ってさ、なんでか知らないけど、敷地が三角形なんだよ。だから三角屋敷って今呼ばれてんだ。今も空き家だぞ。帰る時に見たらいいよ。そういう感じで別れ、私は帰路に着きました。もちろん気になったので、帰りに家 B の前を通り覗いてみました。県道沿いのその家の前には土のうが積んであり、入り口が見えない状態になっていました。見た瞬間、あからさまにおかしい。それ以上は近づかないようにして家に帰りました。その話を聞いて思い出したことがありました。10年以上経って記憶がおかしくなっていたのかと思っていましたが、あの家 B の屋根の上に何人も人が立って
こっちを見ながらゲラゲラ大笑いしていたのを、集団下校していた友人たちと見て、泣きながら走って帰ったことがあったなぁと